にちは、あずちゃんです。ぺんたんです。今日元顔見てくれてありがとうございます。今私たちは新居にいます。新居です。新居です。因为我们当时来搬到新家，所以我们两个想说要来办一个新家派对。日本のパーティーといったら鍋、焼肉、タコパとか、もともと鍋にしたかったんですけど、最近鍋食べに行って、だから今回はタコパにしようと思います。そう、3年ぶりですよ。3年ぶり。え、3年そんな長かった？そう。今天我跟文丹要来买要做章鱼烧食材 GO。 でね、今回ちょっとね、俺ちょっと残念なことがあって。何？ダイニングテーブルが来てないんだよね。あ、そう、うちダイニングテーブルがないんですよ。今日はローテーブルでちょっとやりたいと思います。さっき文丹とスーパー行っていろいろ買って帰りました。我们两个买了章鱼烧粉，除了这个粉之外呢，还有水跟蛋，还有油。我们家里当然也有油，还有等一下要做粉末的器具，还有一颗蛋。等等，现在就来开始做一下粉末。100g たこ焼き粉入れていきたいと思います。100g できました。100にこだわる男と女。ルーの 300ml。 わー、泡立ってきてる。やっぱりレディがね、これがあって入れます。入れてこい。うわー、なんかデザート作ってる感じ。本当だ。前ルーちゃんバレンタインデーで作ってくれたもんね。そう、美味しかったな。本当、うん、もっと作る。シェシェおかちラコンラコン。加油！加油！余熱していきたいと思います。那预热的时候呢，跟大家说，我们两个这次章鱼烧派对，我们两个买了什么食材，要把它放在章鱼烧里面。小香肠。一番美味しい小月仙のソーセージです。我当然很喜欢吃这种小香肠。其实我最喜欢吃台湾的星星肠，可是在日本都找不到。第二个是巧克力。巧克力。巧克力。然后是重头戏的章鱼。可是章鱼有点大，所以我们等一下把它切一下。接下来是文章很坚持一定要放的虾子。虾子，文章喜欢吃虾子。然后是我很坚持要放的噔噔点心面。某一棒子耶，没加下水。有呢。我跟文章大概把我们的食材都切好了，噔噔，这样一盘就感觉很有料理的感觉哦。我们两个之前用章鱼烧派对的那个刷子搬家又不见了，这次就忘记买，所以现在文章先用厨房用的纸巾帮我们铺一下油。哇！哇，いい音。いいね、久々のタコパ。ルーちゃんこれ少ない。これルーちゃんね。なんで？一、二、三、四、四。はい。一。おお、いい色。ソーセージ結構金、お、可愛いね。ソーセージ気になる。我跟文丹还要准备章鱼烧的酱汁。美味しそう。これが子供の時苦手でしょうがなかったよ。で今ちょっと焦がし中です。パーティーは中国語でなんて言うの？派对。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 ふーちゃんはさっき並ぶになったわ。序列は派对。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 新居でタコパできるのいいな。嬉しいよ本当に。いや、ダイニングって鍋とかやりたいよね。そう、本当実際はあの焼肉もやりたいんですよ。うちの今のローテンと一番汚さないのはやっぱりたこ焼き。うん。おお、かわいいね。ソーセージ出てる。ちょっとみんなにも見せたい。みんなにもちょい見せ見せますよ。ほら、ソーセージちゃんが見えてます。出てます。これ見て。わあ、わあ、これめっちゃ綺麗だよ。私がやった、私がやった。全て自分の手柄にするんだ。私はソースをたくさんここにつけてから食べるタイプ。え、私も。あ、るーちゃんも。うん、じゃあつけとくね。ありがとう。タコを食べます。結構綺麗にできてます。新居初のたこ焼きを食べたいと思います。はーい、熱そう。うん、美味しい。初、ふわふわ。私も食べたい。まずこれにしよう。うん、はく、初。これ美味しそう。これシュークリームみたい。興奮しすぎよ。これ美味しい。これ絶対美味しいやつだ。気をつけてね、暑いから。暑い、つけないの。等一下。お、ルーちゃん結構猫舌だもんな。そう、いきます。美味しい。ふわふわじゃない。僕もソーセージいきます。ソーセージ絶対美味しい。おいしい。え、ソーセージ食べてほしい、早く。あ、ソーセージ、ここめっちゃ美味しい。いただきます。
揚げだ。そう熱いでしょソーセージめちゃくちゃ美味しいね。ねエビも食感が美味しい。噛めば噛むほどエビの味がする。うん最後に残るのよ。こんなにもあるからいっぱい食べてもいいよ。食べます。私の夢は今度ふーちゃんと餃子パーティーやりたいです。おーしてないね餃子も。なんかしようしよう言ってしてなかったかも。今まで結構たこ焼き好きで、うん、なんか大阪に行った時は絶対にたこ焼き食べた。で昔は外パリパリの中ふわふわぐらいなんかめちゃめちゃ好きだったんだけど、うん、大阪行った時に大阪の中すごいふわふわのたこ焼きを食べたじゃん、うん、覚えてる、ね、覚えてる。なんか 何件も食べた動画で。そうあれでふわふわのたこ焼きもめっちゃ美味しかったなと思って。美味しかった。そう俺あれからねふわふわのたこ焼きもめっちゃ好きになったんですよね。台湾の人ってほとんど外がサクサクで中ふわふわのが好きで。銀だこ系。そう。チョコ2つ入れよう。1人1個チョクリチョクリーチョクリーふーちゃんわかるんだチョクリーって。チョクリー溶けちゃうんじゃないの全部。然后未来加一点点心面，小丸子面もあればいいね。小丸子面，小丸子面。对，小丸子面。我们的第二轮章鱼烧在新加的我跟当。对，我们当当现在努力的帮我翻章鱼烧。心情今本当最高的感じ。なんかね、一番いいのは静かなんですよ。私たちは2つの大きな家庭の真ん中ですよ。そう、全く本当に聞こえないんですよ。本当防音性能のいいとこ変えたなって思って。いやもう本当満足度が高い、ね、いや正直に最初こんな防音がいいと思わなかったので、うん、意外な感じで嬉しいよね。あとやっぱり自分の家住むとね気持ち的に全然違う。積極的にインテリアしたいなと思って。自分の服を買うよりも俺なんかインテリアにお金を使いたいと思って。对我那家里都是疯狂看那种家具的网站看有什么家具是可以买的。そうそういけそう。チョコあれかなパイシューみたいになるのかなかもしれない。楽しみね。いいね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 。トークしてる間我当现在吃哪个是章鱼。そううまうまい。チョコ美味しい。デザートになった。うん、チョコうまい。ねえ、チョコ美味しいよね。シャワンズ麺。点心麺。いただきます。いただきます。粉粉っぽくなった。じゃあ、美味しくないってこと？美味しいとは言えないかも。ふにゃふにゃの麺を食べてる感じ。美味しくない。因为我们搬到新家，换一台新电视，那新的电视就是可以连 Netflix 啊、YouTube 之类的。我跟文当常晚上就两个人的时间就会坐在客厅这样看电视。我觉得看电视的时光就虽然非常的平凡，可是对我来说就是觉得很幸福，就每天都很期待这个一起看电视的时间。今日 Netflix 何見ようとか、今日ちょっと疲れたからなんかライブ流しとこうかみたいな。BTS のライブずっと流したりとか。そう。虽然还不是现在的事情，可是我之后我跟文大有小孩的话，就想说也可以跟小孩这样子，就一起在这个空间一起享受那种家庭的时光，就觉得很开心。我们两个都会这样子看电视。この時間が幸せ。然后边吃章鱼烧。食べ終わりました。食べ終わりました。好饱哦。いっぱい食べたな。我们吃超多的，もう4週くらいしたのかな。週は12個なので48個食べました。今はこの机なんですけど、ダイニングテーブルが来たので、もっと正式的な料理みたいなものを食べたいね。今うちまだそんな数揃ってないので、まだ友達呼べないんですけど、うちちゃんとできたら友達呼びたいなと思っててね。家具買うのちょっと遅かったかなとも思いつつ、まあ、実際ね住んでみてあこういう家具がいいなみたいな見るのもね楽しかったね。给大家看我们两个吃完的章鱼烧，美味しかったです。あと片付けます。片付けて寝てまた明日新しい一日だ。やばいめっちゃ眠い。食べ過ぎた。いや俺もうねめっちゃ眠いね今。そうさっきのね動画撮ってないんですけどずっとテレビ見ながら食べてて2、3時間ぐらい食べてた。やっぱね人間幸せだと眠たくなるんですよ。そうですね今お腹もいっぱいになってめちゃ笑って。好那谢谢大家今天看我们这一支影片。这支影片是我们的新家第一支影片，那之后也会在这个家继续制造很多回忆。那我们就下次影片再见，再见，拜拜，拜拜，拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。